ででですアニーですシンコです続けて、えー、これねみんな見てくれてる皆さんもいるかもしれませんが、はい、あのどうやっぱね YouTube はこう結局なんか、うん、あのこまめにこまめにだし定期的に定期的にだし普段どんな感じみたいな、うん、の,のが見れる方が何か。 子供がよく見たりとかするから、ついね、流れてんのを見るから、あ,あ<ー> YouTube ってこんな感じなんだな、って、えー、たわいのないことがただ繰り返されてるんだな、みたいな。<laughs> そうか、まあ、ね、まあ、すごいよね、その、いろいろ。YouTube 見るのなんかある。うん、でも、ビデオ見るか、ビデオくらいやなそうね。いや、なんかそアーカイブ的なさ、何でも残ってるのを引っ張ってきて見れるのもすごいあるし、新しく作られてるのは、とにかく毎日みんな、あの、 怖いけど、毎日上げてんだよ、あれみんな。<laughs> 色すべてのジャンルの人が。<laughs> まあ、だから、かだから、それが本職ってことでしょそうそうそう。だから、なんか、まあ、例えば僕だったら車とか、なんか、<ー>とか、別に、ね、ゲームとか、<ー>でち、ちょっと追っかけたりすると、本当にそこに何十人の人が毎日こう、<ー>いろんなことをこまごまと、 ああの細分化されてあげてげいる、うん、ご飯の人もいれば何<う>かさ<ー>って言ってちょっとねそのデータが増えていく感じは想像してると <laughs> あのドラえもんのバイバイみたいな気持ちでサーバーが怖いみたいなサーバーがいつか大爆発を起こすシャットダウンシャットダウンしちゃうだってそれでさもうなんだろうねあの なんかそういう自然破壊じゃないけど、もうサーバーってどうなってんだろうみたいな気持ちになるよ。もう無限でしょだって永久でしょこれ。すごいんじゃないのどっかで捨てるみたいな。そうなんないと。どっかで、一応さ、YouTube とかでずっと撮っといてくれることになってるじゃん。このサーバーに。クラウド的なでも、いつかは、 ここから先の何ーいかなかった人は捨てますみたいな<ー>残酷な<何>あれが出てくるのかもね。だってしょうもない100とかもいかない、うん、5, 5とかしかいかない人も全員同じデータの重さを。 お前にこの重さ上げなきゃいけないんだ。差別が起こるんじゃないか。なんかデータベースだけの島とかさ。そうしゃハードでメモリーだけの本当に太陽光発電じゃないけどさ。びっっりてさそれも絶対そういうのは国によって安いとこみたいな。あの、アフリカとかちょっと最貧国のとこにしたら急にドーンってできにゃうと。 なんか、犬この国、ザンビアにはこれが全部、そういうことになるというね。まあ、そうだよね。怖い。なやっぱ傘番だはね、どう考えてもね。だって、大きさは多分、いくら小さくしていけると言っても、あそこで押していくと、あの四角いね、あのやつがあるはず。ああ、そうか。 いや、怖い。いや、これ、そう、例えると悪いかもしれないけど、あの、フレコンバッグみたいなイメージと、ああ、あの、あの、おしゃの物質がずっと、あれと同じもんにをなんか、溜まってくみたいな、そうイメージ。そうですかそうそうそう。減る当てないっていう。そうそうそう。減らないんだから、もう。そうか。まあ、そうだね。そう。外周に流すわけもいかないし。うん。なんかさ、あの、で、多分さ、小さくはなってきてるじゃん。 うん、まあね。うん、でも昔な大きいはずじゃん。ああ、うん。それは減らしてんのかな<ー>そのこ。ダビングしてんじゃないダビングしてくのかな大きいのちっちゃいのにしてってんのかな <laughs>、うん、そうすれば減るか。うん、サイズは、うんうん。サイズはやっぱ小スペースかは測ってで,でもその大きいやつはいらなくなってゴミになってるってことか。そ,それをだからまた再利用してちっちゃいの作ってで。できてればね。その <laughs> まあまあまあ、そうだね。そうそう。そういうなんかもやもやのこの溜まっていくのはいつかはこれは宇宙に捨てるのかみたいな。なんかあるじゃん。それ誰、誰、誰かが拾ってみたいなね。そうそうそう。宇宙に捨てるしかないんじゃないか。メモリー、メモリーが。そうなんです。こんな、だからうちらの喋ってるこんなしょうもないことだって、あの、いくつ、なんかね、何か、何がしかのデータを見ていくというね。そうね。 うん、う優先順位的には一番捨てていい。そうなのよ。うん、だからパソコン買い替えたりするとさ、うん、買い替えたもん最近。<laughs> うん、そしたら、やるじゃん、移してさ。うん、で、いらねえのがいっぱい入ってたのよ、前の番。<笑><笑>ま入ってるけどしてさ。<あ><う>でもすごいよね、最近のデータ以降ね。以降はね、だからエアでいけたね。エアドロ、うん ああ、そういうことか。でも、つないでさ、パソコン同士つないでるんだよ。つなぎもしない。最初僕ーブルで行くのかなと思ってたの。おらかに置いて、あの、あの、やれよみたいな感じで、エアドロをやれよみたいな感じになってくるで、はいってやったら、エアドロにグイグイとこう、なって、そんな時間もかかんないんですよ。そうか。そう、ブルートゥースなのかな、それって。 うん。あるとし、これもそんなかだった気がする。でしょ大そんなこかなでもケーブル繋がれねえんだ、って。一旦僕だからハードディスクに出すのかなと思って、その音楽データとか。ああ、それはない。それはないさ。なかった。それ丸っでも一応、そうか、バックアップしてるのかな。でもだからそこにさ、そこら、電源入れたときにだからその、 整理しないとなんだよね。そうそうそう。もう無駄のまんま新しいところに。そう丸ごとやっちゃった。新居なのにこうなんか開けてない。そうなんですよ。開けてない段ボール山ほどある。あれなんか前の生活と変わんねえな。いつやるんですかっていうままをやっちゃったんだけど。そうなんだよね。特にあのなんかリハーサルのデータみたいなとかがブワーッと入ったまんまが整理してなくて捨てるってこともないしな、みたいな。どうどう、あ、それどうするかだよね。 いやもう、俺はもう、モリアクラウドにかけてるよ、マネージャークラウドにありさすれば、別にうちらが持ってる必要はないんじゃないか。そうか、なるほど。こないだでも、OS アップデートしたらやっと。それをさ、僕、新しいの買ったやつはんてやつもう多分なってるよ、モントレつ？モントレー。モントレマックについてってみると、モンテレーね、バージョン12.21ね。あれ、俺、だっけ俺、モジャベだ。モジャベ。モジャベ。 モジャベって11十1点一4だね僕多分だ一ゼロぐらい飛んだわそのあっそうかいくつからパワー X から X からだからいやんかでもなんか新しいやつ調子悪いっていうか何ができないの前のからできないことあるいやいや CD 焼いたりするとんか連続で焼けなかったりするんですよへえ 一回終了させてまた再起動させないと。え、うざいじゃんそれそれめんどくさいね。それやばいね。そうそう。それ、だからそのプレイリストが、あんね、そこに焼けるみたいな。焼くやつ、そこが何もなくなっててみたいなさ。僕ね、これ新しくなって、その音楽に関してはさ、ミュージックってなったでしょ ?iTune じゃなくて。これがなんか意外と使いにくいというあ、そうなんですよ。そうだよね。なんか、 前は iTunes Store みたいなった。う iTunes だったじゃん。だったけど、ミュージックって最初わけわかんなくて、で、一応 iTunes Store で買ったりするじゃないなんか好きな曲とか。で、それもなんか買えないのが増えてるのか、なんか、あの、だったら Apple Music でどうぞみたいな。ん。とにかく Apple Music を使わせたいんだよね。いや、でも違うんだよ。一曲欲しいやつがあるんだよみたいな。そうそれはすげえできなくて。 さっきも、あ、その兄がね、これ見なよって言ってさ、あの、あの、それは、なんだっけ、ディズニーチャンネル。にあるディズニープラスディズニープラスにある、あの、ウータンクランの、あの、ドラマがあって、それウータンクランってね、ラップグループ。うん。どうやってできたかね。どうやってできたかってことの、まあ、よく知らない。まだ、僕2話までしか見てないんだけど、あの、10話くらいあるのかな。 まあ今。10話あって2シーズン。2シーズンのか。で、それの2話まで見たところは、あ、そっかそっか、このまだラップとかを始める前のね、あの、うん、ドラマみたいなのがちょっと始まってて、うん、こういう悪いストリートで育ったんだけど、うん、みたいな、あの、家庭環境もこう複雑でとかっていうような。うん、で、まあだんだん出来上がっていくんですかね、うん、そのラップグループ。結構で、結構、俺4話、四話まで見たのかな四話ま 1>, 1時間一時間。時間見てないマジで行こうん。 まだ見てない見れてないいや、めちゃくちゃ面白くて、で曲とかもさ、なんか、のかかるじゃないの楽的に。レザーがやってるし。そうそうそう。あのリーダー、レザー。レザープロデューサーゃあれあれあと、プロデューサーはね、結構メソッドマンとかも入ってるんだけど、一応だ話作ってんのはレザーが。リーダーの。ラレザー、レザー。ボビー。ボビーって呼ばれてるね、あの中でも。 ボビーが本名なのボビーデジタル。本名ね、違うよ。なんか、確かに。でも、あ、ボビーデジタル。デジタルだから、ボビーにしたのかな役名ってことでしょだから、まあ、うだからね、その辺がね、あの、どこまでがドラマなのか、あの、まあ、フィクションっぽくなるのかは、まだ分かんないよね。その。え、だって、プリンスラー・キームじゃないのいや、だから、その辺の話出ない。いや、ボビーとか出てこないんだよね、でもね。私は、 そこ出ないんだよね、多分ね。まだ今、あれでも何年ぐらいなのかなだってさ、その時にはもうラップ出してるはずだ本当は。その細かい話になるけど。91年ぐらい。だから、あの二人はだからさ、コールドチェーンなんだね、最初ね。ジーンにいや、なんだけど、多分それは、なし、なし。なしなるドラマの中では、ややこしくなるし、そんなんで、そう、もっと一個の話にしたいから、その辺を考えると、あ、これざっくり言ってるとこがあるのかな、みたいな。 ここはエピソードいらないでしょこの彼女ができてなんとか、ね。<laughs> 結構そういうのも多いね。だまず誰が誰だか分かんないん。<laughs> そうそうそう、そうなんだよ。こういつ。あれ,<も>あれがでもさ、あ,あの、レイクオン。どれがレイクオン、うん、あの、シャ。道がないやつね。あ、家、家がないやつ。シャ,シャ、あの、シャっていうやつ。あの、あ の友達ででってあれは多分レイコンでなんかさあのオールダーティーは神がも最初からで、うん、顔が似てるやつがやて、うん、似ててでメソッドマあももう声も似てるよねあれね、うん、あの子もねであ,あいつなんかショットガンとかいう名前でやってるんだけど、うん、それがショットガンっていう名前だったのあれそんなことないのなの、ね、だその辺もう本当なのかなんだか、うん、そ,のそれは全部あれなのかボビーはどうなの呼び名はボビーだったのかとかあれ,あれクレジット見るとさ多分その 本人たちが本人のスタイルグみたいなのやってるっぽくて。あ、やっぱそうなんだ。ちゃんと役もこうやって。役の服はだから自分服をね。だからダもやってんじゃないの機きも。だからさ、声がさ、メソッドマンならラップのとこ本人とかあり得るかああ、どうなのかね。超そっくりなんだよね、声が。もういきなりあのブリンザ・ペンをラップ始まるんだよね、最初ね。もうあの なんかあえもうここであんのブリング・ザ・ペインみたいなその辺はだからまああそれでそう私戻るとでそこで曲の中であのベイビー・ヒューイの曲かけるとかあるじゃんあのあのネタのっていうか「この曲かっこいいんだよ」とか言ってそうそうそうでかけて「ああそうなんだこの曲好き好き」と思って「あの買おうかなって思ったら。 変えないっていう。一曲変えなベイビーヒューありそうだね。ベイビーヒュー CD あるから、まあ、そうそう、取り込まないと。いや、今時だから取り込むよりも、一曲欲しいのに今聴きたいから、買えばいいじゃんと思ったら、その、はい、アップルミュージックやって言って、アップルミュージックやってないから、じゃあもうスポティファイで聴こって、スポティファイで聴いた次第でありますけど。ああ、そうか。いこで一旦スポティファイとアップルミュージックを出してこう、あの、なんだろ、このね、あの、比較を。 そシンクに見てほしいんだけど、本当にその。いやね、あれ絶対おもろいよね、最初ののの最最初初さくだりでさ。いやいや、岩ネタバレ。まあまあまあ。ネタバレネタバレ。みんなも見てくださいよ。すぐ今、すみんなも見てください。いやもう、その、1話から最高だもんね。そうだね。たぶん、あの、そのことがさ、おっきいじゃん。あの、まあ言ったら、機材をどうするみたいな、そのことがね。 そこをちょっとね、ぜひ皆さんね、あの、なんだっけ、ウータンクラン、アメリカンサーが、ガーをちょっとぜひ。その後にもまた、またあるんですよ。僕ちょっとまだ2話しか見てないから、だんだんね、それも見たっていうのを。なんかあの、まだ10日間無料でしょ多分、見ようと思ったあ、そっか、無料。まだ10日間無料とかで今いくらするのディズニープラス。1000円。1000円ぐらい。 いや一旦でもう意,意外にディズニープラスフルーあ向こうのフルーのやつ結構入ってんのかなだからディズニープラスだねね、うん、フルーフルーには入ってないのウタンクラフルーにで俺フルーに入ったかなって結構こまめに検索してたら、うん、該当するのはございません、ね。あれじゃあフルーは日本ってやっぱ違うんだねそこがね,ね海外契約でも海外もんだから私してないのかなそこにお金が サマー・オブ・ソウルとかも、フールだもんね。あれね。あ、そう、あ、そう、最初、フールだよね。そうだよね。制作。で、それ、今は何で見られるのディズニープラス。やっぱディズニーなんだ。ディズニーがじゃあそれをまとめて日本、でもそれも日本のってことかもね。日本のディズニープラスがそれを買ってる。あ、だからマーベルとスター・ウォーズ、あとゲットバックとかもそうか、ビートルズのやつ。あれもそうか、ディズニープラスだね。え、あれは元また違うあれは、だからどう あれはどこなんだろうね。うまあ、それわかんないね。日本と違うもんね、ちょっとね。なんかうん、だってそれ、そのさ、さっきも言ってたんだけど、フールーがそのオリジナルでウータンクラネット作ってんでしょ、向こう、うん。そうそうそう。だからそのイメージ、日本のフールーにないじゃん。うん、なんかそういうの作る。 いうなんか4ちゃんの子会社って感じがで、ショートは全然たぶん印象が違うというか、向こうだともうちょっと大きくて、もうちょっと多分フール自体も多分でかいし、ネットフリより前からあってみたいなね、そうだよね。制作も結構してるだそういうのがちょっと違う、だ入れ替わるだね、途中、日本に来るときはフールがあれ、なんか、のちの DI 欲しくなる。 まあ、とかさ、気をつけないとそういうやつって権利なくなったらパッて見れなくなるから、その、ディズニーがこの間だけ買ってるとかある。そうなんだよね。それ早く見とかないとっていう、この謎のあのプレッシャーみたいのがあると思う。マイリスだけ作っとくと全然見れなそうなのよ。まあ、できませんっていうの。そうそうそう。結構あるよね。でも、なんか回ってたりするのとか、サブスクしてるだけだすうん、あの、それが移動して、アマゾンで今見れますみたいなのとかさ。 そうなんだよね。まあちょっとそんなところでぜひねアメリカンサーがアメリカンサーが最高ですだから最終話とかをみんなで見ながらあのあのこういう YouTube みたいなえとか言いながらやるとかありえるはいそんな感じではいまたよろしくお願いします。